富士フイルム西麻布ビルは東京都港区西麻布の首都高速高木町ランプ近くに所在する高層オフィスビルである。2007年までは富士フイルム東京本社ビルの名称で富士フイルムが本社機能を置いていた。六本木通りと骨董通りが合流する高木町交差点北側幹線道路と住居地域に挟まれた商業地域に建設された。 竣工当時は周囲に高層建築物はなく、六本木通り上部を高架構造で通る首都高速道路からは遠方からも視認できるランドマークとなった。2007年1月より、富士フィルム及び富士フィルムホールディングス、富士ゼロックスの本社機能を東京ミッドタウンに集結させた。それ以降も、本ビルには富士フィルムの一部部署及び販売主会社が入居する。 中央よりやや上、首都高速の右側に富士フィルム、西麻布ビル。同社の生産拠点のある南足柄市は、この高速道路の先、東明多い松田 IC が最寄りとなる。写真フィルムをイメージした色調の熱線吸収ガラスカーテンウォールと両端のコンクリートの登場部分が外観の特徴である。全面道路の交差点に合わせた、扁平な八角形の水平断面を持ち、 両端部に階段、中央部に6基のエレベーターを有する。1階以下は鉄骨鉄筋コンクリート構造。2階より上部は鉄骨構造で建設された。八角形の平面に対応するため、当時の建築では稀であった丸型交換パイプを使用している点も特徴の一つである。本建物は1971年に建築業、協会主催の 第12回 PCS 賞を受賞している。ありがとうございます。